ニャンコも2022年開幕だー。来ました2021年一発目、去年の最初に鬼すぎる神引きした超極猫祭。まさかの40連ゼミ所持だった超猫祭、極猫祭限定キャラを3体も。ガルにダブルキャスリーを鬼神引きしたこのガチャに。また限定キャラ、踊り子伊豆参戦。そして唯一持っていない限定の黒ガルも引き続き狙って、ニャンコガチャで超激レアの排出率ナンバーワン 10% の超極猫祭ガチャガチャ100連いっちゃうぜー。あ、もちろん100連目までにいず、黒ガル引く神引きしたらそこで終了。まずは運試しレアチケット1枚。2022年一発目は猫ジュラちゃんでした。それじゃあ割引単発も。まあまあ、レアからの激レアと来たのでね、次は超激レアでしょう。ってことでこっから100連いくぜ。まずは半額を得な10連じゃ。確定稲妻、なしからの。はい、まずは爆地回避。虫にゃんこ初期からタイメタルでずっと大活躍、猫シュバリエちゃん。謎のニュー、初ゲットマークついているけども。たまに初ゲットじゃないのにつく、これはバグなの、なんか理由があるの？知ってる方いましたらぜひ、ちょっと気になってたのでコメント欄で教えてー。さあ2体目、超激レア来るかな？はい、来ました。さすがのニャンコで一番豪華なガチャ、超極猫祭です。空中ブランコ楽しそう、コロンブス。10連目、まずは悪くない超激レア2体からの20連目、どんどん行くぞ。あ、ちなみに確定枠はないので、爆死は普通にありえますよ。ちなみにこのガチャの場合は爆死する確率が 32% ぐらいで、約 68% の確率で1体は超激レア出るって感じの確率です。7割ぐらいの確率で超激レア1体、さすがの最強ガチャですな。がしかし、ここはまだ超激レア来ない。お次でラスト、早くも爆死1か？爆死でーす、まあまだ20連目。切り替えていきましょう、30連目。来ないぜ、確定稲妻ちゃん。お、またしても5体目で来てくれました、超激レア。大悪魔の新キャラ、キュクロクスさん。とりあえず連続爆死は回避だぜ。さあもう一体ぐらい全然来る可能性もあるが。残念、30連目はここで終了。まだまだここからよ、ここから。行くぜ、40連目。超激レアは出ているけども、なかなか稲妻は来ないっすな。さあ残り半分。おっと、爆死が見えてきちゃったぞ。はい、爆死でした。でもまだここで10連引いて50連目で、やっと半分、まだまだよ。50連目、そろそろ攻めてみ、所持の超激レア1体ぐらいは欲しいところだが、ここまでのは全部かぶりよ。さあ、レア祭りからの。初の連続爆死しちゃいそう。ここで10体目なので、お次でラストです。はい、来ちゃいました。おっと、2022年はガチャ運低めな虫チャンネルかしら？ 60 連目。あ、さすがにね、この確率で30連続爆死はね。って言ってたら来ました、超激レアかぐや姫たん。おーしよいよ、1体目超激レア流れてるよ。あっという間の半分からの。あれ、このまま終了？はい、終了でした、渋いぜ。70連目、そろそろ来るんじゃないの？神引きしちゃうんじゃないの？この姿は、大悪魔の新キャラで未所持？結構欲しかったー。ヤミーさん、来てくれました、おしおし。
まあまあ、全然紙引きではないですが、とりあえず欲しかった一体って安心。紙引きにするには黒ガルカイズを引くしかねえんだ。はい、二体目、真田さん。流れが良くなってきたか？かぶりはかぶりでも強力でよく使ってるキャラは当たり。さすがにね、3体目は来なかったけど満足の引きでしたからの行くぜ。80連目、残り30連。さあ折り返し。復活のバッチ疑惑。お次、ラストです。おー、ラスト一体でなんとかバッチは回避。これはちょっと熱い展開。からの90連目、リズさんかな？お願いします、ロガルでもいいぞ。でおなんか今日一体目に来るの多いな、超激レア。トゲちゃん、からのからの。トゲちゃんも大狂乱ステージで初期から超お世話になってきたぜ。いでよ、伊豆さんか黒ガルちゃん。うんこ、ないなぁ。次のとこ新年早々うんこじゃねえよ、黙れよ。さあさあ、もうあっという間の100連目でございます、ここまでは。できた、100連目で確定の稲妻、これは伊豆か黒ガルだろ。マジか、100連目でこの演出からの。お目当てどっちかだったらヤバすぎるぞ、動画的にも。ジラスであの稲妻の主。来ない？まだ来ない、ワクワク。はい、2022年初のニャンコガチャは負けお負けでしたよ。この結果に満足できずに、悪あがきで追加の10連をやった結果。全員レアからの。11体全部レアで不安じゃあ、2022年のガチャンガー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。